触っていい場所、触っちゃいけない場所があります。なのでこの首が張ってる、首が使いすぎてるっていうのは、はい、理学療法士の松田啓太です。動画をご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは3年以上の腰の痛み、膝の痛み、肩の痛みに対しての根本的に解決する治療法、そして原因を発見する方法をですね、患者さん向けに発信させていただいてますので、ぜひですね、痛みで悩んでいる患者さんであればぜひ見てください。で、今日ですね、話していく内容としては首こりの話をしていきたいと思います。結構ね、首こりがひどくて痛みが激しくって結構いらっしゃいますよね。で、これってですね、このちゃんと知識を知ってないと、逆にこう治療されてしまうとですね、悪化してしまう可能性もあるし、これですね、最悪ですけども、手にしびれが残ったとか少し麻痺が残った、こんなこともですね、事例としては起きる可能性もあります。なんでこの首をですね、治療する時にはですね、ちょっとした危険があるんだよってことをぜひね、理解していただきたい。ただ危険があると言っても触るなというわけじゃないです。ちゃんとした知識を持っていれば、ちゃんと治療もできますし改善していきます。ですけど、この知識がないと、もしかしたら悪化させてしまう可能性もあるし、なんなら毎回毎回痛みを治療しても、首のこりの治療をしても全く改善しない、トン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 ってね、患者さんだ、あのお患者さんとかでね、息子にしてもらったら良くなったんだよみたいな、今どうですかってめちゃくちゃ痛いんだよねあるんですけど、やっぱこれってその場だけで良くなるわけじゃなくって、やっぱ首こりもですね、ちゃんと良くするできます。だからこの原因を見つける方法、なぜこの首を狙うと危険なのか、そしてこの、じゃ首の痛みとかこりをですね、根本的に解決する原因をですね、見つける方法、ここをですね、今回紹介してきたと思うので、もし首こりはですね、ずっと痛くて、もう慢性的に痛くて何をしていいか分かんない、湿布をずっと張ってますっていう人だったりとか、もうここにですね、ずっと痛み止めを飲んで、まず痛まで来てしまって、これどうしていいか分かんない、でもどこの治療していいか分かんないっていう人であればですね、今日の動画を見ることによって、首こりを根本的に解決する原因の探し方だったりとか、なぜこれ首こりをですね、治療しないといけないのかっていうですね、方法を紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後まで見てみてください。ではやっていきましょう。はいですね、まず首こり治療を危険かもしれないっていうことですね。首こり治療をですね、まあなんとなくね、整体師さんだったりとか医療の方に任せてみて、なんかこう違和感があるなと思った方であればですね、それはですね、ちょっと気をつけた方がいいかもしれません。これビビらせたいとかね、びっくりさせたいとかではなくてですね、首の結構こうメカニズムを知っておくと、結構ね、難しいなって分かります。で、実際治療科の方とかでも話をしていくと、首触るの結構苦手とか怖いって言われる方結構いらっしゃるんですよ。これが何でなのかっていう話をします。まずこれ首の構造こんな風になっていまして、これは今こんな風に、こっちが私は右側ですけどね、右側の首を見てると思ってください。で、なんかね、この骨と一緒にですね、赤いやつありますよね。これ何かって言いますと、頸動脈と言いまして、脳みそありますよね。脳みそも血液が回ったりとか、顔面に血液が行ったりとかします。で、この頸動脈っていうのを通して頭の血液が血流に回ってたりもするんですけど、この頸動脈っていうのがこのですね、首の真ん前を走ってたりとか、首のこの骨の中を走ってたりとかもあります。この頸動脈ってですね、触ることできるんですよね。例えばこの頸動脈を締めるとどうなるかって言ったら、意識飛んだりとかしますよね。例えばこの腕をこうギューッと、ね、血液を止めてみてとかっていうのとは全然わけが違って、この首のところをですね、血管を止めてしまうと脳みそに血液がいかなくなったりして、ボーっとしたりとかって、いろんななんかね、こう危険性があるんですよ。強く触りすぎると、こういうですね、胸郭って言って、ね、胸のところとかであれば骨がたくさんありますね。肋骨とか胸椎とかですね、いろんなものがあるんですけど、頸椎って首の骨しかないんですよ。そしてめちゃくちゃ弱い骨しかありません。めっちゃちっちゃいんですよ。だけどもこのちっちゃい骨で5キロある頭をですね、こうやって持ってるような感じですね。支えてます。であれば、なんでこんな支えてるのにね、めちゃくちゃ細いと。でもね、この中に何があるかっていうと、うわーたくさんありますよね。何かって言ったら、これ脳みそから出て背骨の中を走ってきて出てきた神経ですね。そしてこの脊髄っていうところの、まあいわゆる頸椎ってところの中には、いわゆる神経がギュッと詰まってます。いわゆる頭から出た神経の一番濃いところがまず詰まってるんですよね。で、よく聞きませんか、頸髄損傷。これ何かって言ったら、首のところを損傷してしまうことによって、首の部分の神経をバーンと遮断される。それと神経って電気が走っていますから、頭から走ってきた神経が電気を介してこう下に行きます。ですけど、これ骨
ここで遮断されてしまうと、ここから先が行かなくなるんですよね。そうすると手とか足が動かなくなってしまってっていう頚椎損傷になったりします。で、この首ってでもさっき言った通り貧弱にできてますね。めちゃくちゃ弱くできてる。そこに一番大事ないわゆるこう脊髄が通ってますっていうことであれば、首思いっきり触ったりとかバキッと鳴らしてし、ね、鳴らして、まあ悪くないんですよ。鳴らすことは悪くないんですけど、こう何も知識なくバキンって鳴らしてしまったりして神経を損傷してしまったりすれば、もしかして麻痺が起きたりとか足とか手とかに痺れが起きてしまったりとかも考えれますよねって話です。なんでこれね、ガシ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 触ったりとか、なんかこうバキッて鳴らしてみてなんか違和感があるなってことであれば、それはですね、動かしちゃいけない場所を動かしてしまってる可能性もあるんですね。なんでこの貧弱なのにここの部分には凝りが起きると、使いすぎてしまって、でも触ると危険がある、じゃあどうしよう、触れないんじゃないかってなっちゃいますけど、ちゃんと知識を持つと触れます。触っていい場所、触っちゃいけない場所があります。だからそれをね、触っちゃいけない場所があるんだってことをちゃんと理解して、触っちゃいけない力の強さがあるんだってことを理解した上で触れば、リスクってのは最大限低くなると思ってください。なのでこれね、触るなと言ってるわけじゃない、ただ触っちゃいけない場所があるってことですね。特にこの首の前側、喉仏、喉がありますよね。喉があって、ここを横に行った時にポコって最初へこみます。この中には頸動脈って言ってね、バクバクバクってなってるんですけど、ね、頸動脈って動脈があったりとか、この根元の方に行ったりとかすると、ここには神経がねこう集まってたりとかもします。これでこう傷つけてしまったりすると、手にしびれが行ったりとか、血流が止まって脳みそに酸素がいかなくなってしまってボーっとしたりとかっていうね症状で、最悪首を何も分からずにガシ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 やってしまってると、いわゆるこの脊髄のところを傷つけてしまって手足がしびれますとか、最悪なんか麻痺がちょっと残りましたってこともありえるんだよってことですね。なんでそこをねぜひ覚えていただきたいと思います。ただ触るなと言ってるわけじゃなくて、触っちゃいけない場所があると理解した上で触ってください。特に血管、拍動を感じた場合、もしくは触ってる時にしびれとか違和感、痛みが強すぎる場合っていうのは気をつけてください。で、それを感じたら治療科の方に、ちょっとすいません、なんか違和感がありますってことをちゃんと言ってください。なんかこれは意味があるんじゃないかなみたいな感じで何も言わずにね、患者さんもそのまま過ごすことが多かったりするんですけど、言ってもらってないとやっぱ私たちも分かんないですね、反応が。なんで、あ、ちょっと痛すぎますとか、ちょっとなんか手がしびれてますということをチャットで伝えてあげていただく方が治療家としても助かりますので、ぜひね、患者さん見てる方であれば、そういうことがあれば言っていただければと思います。ただ触るなじゃない、触っちゃいけないポイントがあるんだということを理解して治療を進めるのは OK だと思ってください。じゃあどこ触るのかってとこを説明していきます。はい、じゃあですね、根本的にじゃあ首こりがなんで起きるかっていう原因の話をしていきます。で、まず毎回言ってますが、痛みは結果です。結果として首にこりがある、痛みがあるっていう状態だと思ってください。なんでここが結果として起きています。結果として痛みが首に起きてるだけだということですね。であれば、これの原因がどこにかにあるはずです。この原因を見つけなければ結果は改善しません。で、この結果に対してはね、治療したりとかマッサージをしたりすると楽にはなりますけど、原因がなく解決されてなかったらまた痛みが出ますね。痛みの戻りが出てくる。原因がどこか、これはですね、ここです。はい、何かと言いますと、これはですね、胸椎って言いまして、まあ胸郭ね、この部分ですね、この部分になります。この肋骨だったり肩甲骨だったりがあるような部分、いわゆる肩の根元の、まあこの胸の部分だと思ってください。で、この胸の部分がなんで原因なのかって言ったら、そもそもですけど、首っていうのはこの胸郭っていうところの上に乗ってるだけですね。いわゆる土台がこの胸、胸郭になるんですよね。で、この胸の部分はちょっと骨模型使って説明していきますが、この胸の部分っていうのはどうなってるかっていうと、どういう風な動きがしやすいかっていうと、皆さん分かる通り、これって猫背、こんな風な丸くなるっていうのが得意なんですよね。よく首こりの方ってよくあるのが、首が後ろに行くと詰まっちゃうんだよねとかね、首がずっと痛いんだよねって言われます。じゃあなんで首こりが起きるかって言ったら、こりって筋肉で起きますね。筋肉が硬くなって起きますね。じゃあ筋肉ってなんでずっと使われてるのか、これは結局使わざるを得ない。で、よくね、この後ろのあたりとかが、あー凝ってるとか言われるんですけど、これ何かって言ったら、首の後ろ側の筋肉使いすぎてるだけなんですよね。使いすぎてるだけ。じゃあなんで使わないといけないかって言ったら、これは胸郭っていうところが丸くなる。そうすると首が落ちてきますよね。こんな風に首が落ちてくる。でも首上げないと前が見れないから、どうするかっていうと、曲がった胸郭を伸ばすっていうのは結構難しい。曲がったっぱなし。じゃあどうしよっかな、どうしよっかな、首前に上げないと視線がな、そうだ、首を反ってみよう、なんですね。こうやって倒れてるものを起こしてくるとき何使うか、筋肉なんですよ。ここで筋肉使っちゃうんですね。ここで筋肉使って持ち上げる。そう
するとイメージ言うと後ろの筋肉ずっと使いっぱなし、おい前に倒れるなよって言ってずっと引っ張ってる状態です。なのでこの首が張ってる、首が使いすぎてるっていうのは、いわゆる胸郭が丸くなってる、丸くなってしまってるから、反るしかないって状態、反るしかないって状態、いや反る時にずっと筋肉使ってるって状態ですね。なのでこれってじゃあ反ってて筋肉ずっと使ってる状態なのであれば、そもそもなんで反らないといけないか、土台が曲がってるからでしょって話ですね。だから土台が曲がってしまってるって、いわゆる猫背が改善していけば、これって首こり解決するんじゃないかって話。じゃあこの胸郭から来てるのかどうかっていうのを見極めるっていう方法があります。でそのね、原因発見法やってみて、今からやってる原因を発見するっていう方法をやってみて、もし首こりが楽になる、首が動きやすくなるってことであれば、そこが原因です。であれば治療するのは結果にやりますか、違いますね、ここに対して治療しましょうよってことですね。原因に対して首こりに対して首を治療するんじゃありません。この原因が解決されれば結果が解決されて痛みがなくなってきます。原因を見つけることに力を加えてください。原因を見つけることにもっともっと時間かけて、もっともっと知識をつけてください。ですか。そうすることで、あなたの痛みっていうのの原因がわかる。原因がわかれば正直治療法は何でもいいです。この胸郭が伸びるようにする治療法を見つけていくっていう風です。で、わかんなければね、私も整体ね、やってますので、もしね、整体復活ってとこ興味があれば概要欄の方もチェックしてみてください。ではですね、実際にじゃあ原因を探す方法を紹介していきたいという風に思います。はい。じゃあですね、実際にこの胸郭が曲がっていることで、この首が反りすぎている状態、首こりがない人であれば、イメージ言うとまっすぐの状態じゃなくって、これ反ってる状態になってますから、イメージ言うと反ってる状態、反ってる状態からもっと反れよって言われたらきついですよね。この状態が首こりの人だと思ってください。いわゆる猫背で、そもそも反ってる状態から反ったりとかね、そういうことで首が張ってる状態なんで、ちょっとね、まずは原因発見法やる前に、まず首が痛みが出る動きやってみてください。回してみたり、横に倒してみたり、まっすぐ倒してみたり、反ってみたり。でもよくあるのが、やっぱり反ると詰まる、痛みが起きるっていうのは結構多いので、もう反るっていうのをまずやってみましょう。で、反ってみたとき、首をね、反ってみたときに、あ、この辺で痛い、張ってる、動きにくいって出ますよね。そしたらこれに対して、まあここまで動くってことを見つけてください。まずここまでいったらどれぐらい痛いのかを確認する。で、今からこの胸郭っていうところを曲がってるのを伸ばしていくっていう作業をして、痛みが変わるかを確認してほしいんですね。なんでまずは今どこまで行くと痛いのかを確認してください。じゃあまずここまで行きます。まあ私はここまで行くっていう状態ですね。じゃあここから原因発見します。どうするかって言ったら猫背を改善しましょう。どうするかと言いますとね、皆さんこの手を後ろで組んでみてください。で、手を後ろで組んでもらった状態で、こんな風にお尻の方に向けながら手のひらを下に持っていく。そうするとこんな風に土台になっている胸郭が反ってきますね。反ってくると首は反らなくて良くなってくるから楽に動ける。なんでこんな風に胸を張った状態を手で作ってください。で、この状態でさっきと同じところまで首を反ってみると、あ、さっきより動きやすいということであれば、胸郭が曲がってるから首が反らざるを得なくって痛いんだ、詰まっちゃうんだ、だったら胸郭に対してこの反れるように緩めていきましょう、そして後ろ側を鍛えていきましょうっていう風なことをやっていけば、原因に対して背筋を伸ばせるっていう、緩める鍛えるっていうのをやっていけば、結果として首こりなくなるよねって話ですね。だから大事なポイントとしてはですよ、この原因を見つけるってことを常にフォーカスしてください。で、これがですね、一番まあ首こりで多いのがこの胸郭の曲がってるとかになりますから、まあ、ぜひですね、この首こりがある方に対してはこの原因発見法、胸郭をやってみてください。胸郭の原因発見法をやってみて楽になるのであれば、ぜひですね、この胸郭に対してのアプローチをやってみる。前側を緩めていって背筋が伸ばせる。でもこれだとまたまたワワンとなっちゃいます。なんでこれをしっかり維持するためにも、背中の方の後ろの筋肉鍛えてあげて伸ばせる状態を作ってあげる。そうすることで首こりが根本的に解決できるようになってくるということをね、ぜひ理解してください。なんでこれね、もう一回言います。痛みは結果です。原因に対してアプローチをする、治療をするってことを意識してもらうことによって、あなたの痛みは必ず解決していきます。この原因を見つけることを意識してぜひね、見てください。でね、もしね、痛みに対しての原因ってところを見つけてみたい、もしくは痛みの原因に対しての治療法を一貫してやってみたいってことであれば、私、整体復活
ていうのをねやってますので、もし気になる方は概要欄の方ぜひチェックしてみてください。あとですね、チャンネル良かったな、動画良かったなと思っていただければ、チャンネル登録、高評価、コメントいただけるとねすごく励みになりますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。ではですね、今日はここで終わりにしたいと思いますので、ぜひねこの首こりがある患者さん、首こりがあなた、ぜひねこのアプローチ方法を胸郭から首こりを治すってことをやってみてください。では今日はここで終わりにしたいと思います。今日も動画をご覧いただきどうもありがとうございました。また見てください。